俺の顔は AWF。はい、どうも、スコリです。今回はですね、電動の方が更新されるんで、見ていきながら、回していきながら、していこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今ね、11時半ですね。あと30分で、電動型、新実装、更新ですね。まあ、告知の方でいろいろね、出とったんですよね。なんか、限定電動推奨があるみたいな、そんな感じのことが書かれていて、まあ、かなりなんか、不穏な流れではあるんですが、とりあえずまあ、実装されないとわかんないこと多いんで、はい。まあ、やっていこうと思います。OK です。新しい電動来ましたね。早速ね、回していこうかなというふうに思います。今回、この新しい電動と古い電動の方にもね、交換が追加されているんですよね。普通にそのまま欲しいんだったら、古いね、電動回した方がいいんじゃないっていう内容ですよね。まあ、交換レートがまあ同じっていうふうになってますね。あ、よろしくお願いします。で、新しい電動の方が来ているというふうになっております。こちらね、天井が600階なんですよね。天井600階っていうふうになっておりまして、で、その2回目にですね、エクストラ電動推奨、まあ、限定電動推奨の方ですね。これが出ますんで、1200回回さないと狙って欲しいものをゲットできないっていう内容になってますね。電動枠のどれかが出るんですよね。600回回すと。まあ、なんで、服とか出しちゃうと結構、面倒いんで、基本ま、天井狙いで回す必要はないかなっていう具合ですね。一応その、いつもの電動とですね、天井のポイントっていうのはですね、まあ、引き継げるっていう風になってます。推奨と、まあ、そのポイントの方を、ま、交換して、あれできますよっていう、感じのスタイルですね。まあ、そんななんか、正直な話、なんかあんま、いいガチャではないというか、そんな回さなくてもいいかなっていう内容です。まあ、あくまで、まあ、その、電動のスキンの方をですね、すりきするためのガチャっていうふうに皆さん覚えておくといいと思います。まず、車の方ですね、が実装されてますね。まあ、命中通知の方が新しく実装されているっていうのと、あとは、水エネルギーって言って、まあ、水辺に行くとエネルギーチャージできまして、そのエネルギーを使用して、まあ、スピードを出せるっていう車ですね。131km まで出るらしいんで、だいぶ強いですよね。で、あと、まあ、AK ですね。まあ、AK は別にそんな変わっているっていう、あれではないですね。切り取ったら、まあ、いろいろなんか、ありますよって感じ。炎が増えるっていう具合ですね。あとはまあ目立ったあれはないっていうね具合です。まあいつもの効果みたいなやつがついているという感じですね。はい。まあキルボイスとかもあるっていう風になっております。であとはまあ女神のスキンの方ですね。これがあるっていう風になってますね。まあ切り取るごとに喋ってくれるっていうのと、あと。まあ、フィニッシャーがあるって感じですね。他にはまあね、金チケとか入ってるんで、割となんか、金枠いいのかなっていう、金枠当てたいんだったら悪くないかなって感じですよね。で、水晶のピースとかも確率高いんで、まあ、これ狙って交換、まあ、これ狙っていってもいいかなっていう内容です。で、交換の方に関しては、普通に、まあ、水晶交換で、一個ずつね、ゲットできるっていう、天井が高い代わりに、まあ、そのままね、一個だけで交換できますよっていう車とか、こんな感じのやつと、あとはその、ピースの方を使って交換できるっていう、この二つがあるという風になっておりますね。まあ、総評すると、素引きするのが安定なガチャっていう感じですね。今回も多めに回しましょうかね。久々にですね。はい。まあ、未来のね、ガチャの方にもいろいろポイントとか引き継げるみたいな感じで書いてましたんで、まあ、ここで回して天井が無駄になることはないですからね。とりあえずまあ、回してみようかなというふうに思います。一回ちょっとスキップせずに回してみますかね。あ、でもこれあれか。専用の電動ガチャチケット使うんだ。あ、しかも一回100金券なんだ。意外とするね。意外とするっていう。じゃあまあ、50回ぐらい回せばいいかな。100金券なんだ、これ。まあ、てっきりいつものガチャと同じかと思ったわ。100金券なんだ。まあ、いいや、とりあえず回します。よいしょ。交換して、回していきましょう。ターンテーブル回して、あ、これで回す感じなんだ。まあ、これ天井達成するの結構大変だよね。うん。これ水晶でも、あれせんすかね、電動すびきせんかな、電動すびきね。あ、で、2回目も来られるんだ、割引なんだ。いいっすね、それは。2回目、20連目ですね。まあでも出らんかな、30連目と。オレンジ多すぎる。ね、だいぶ出ますね。20連目、出すぎる。40連目ですね。そんなでもこれ回さんでいいかな、まあ、全然出ない。え、なんか、結構割引かれるね。ずっとなんか割引。あ、金幕出た。金付け。それはうまいね。金付けは美味しいですよ。金付けはうまい。あ、足りんかった。お金は足りませんって言われたわ。まあまあ、普通に悪くはないかな。ね、そこそこまあ、ああやってね、金幕生まれるんだったらいいのかなっていうふうに思いますね。でもあれなんだ。今回のガチャ、あれなんですよね。まあ、既存のやつと別なんで、そこがちょっとなんか、若干使いづらいかなっていうところですね。はい。それがね、あ、なんか金枠。あ、うま。普通にうまかった。それは普通にうまい。金付けすべきはうまいね。うまいうまいうまい。ピース出ましたね。これで終わりか。普通にうまくなかった。ね。そんなに俺、回す気なかったんですけれど、うまかったね。うん。まあ、金チケ増やすっていう面においても、悪くはないガチャっすよね。でもさ、今まで貯めとった電動チケットマジで今回、全然意味ない。本当に。マジで意味なかったな。電動チケット貯めた意味マジでないやん。ただのまあ、金券のガチャって感じだったっすね。まあ、悪くはないか。まあ、今回のガチャの方ですね。まあ、基本その、電動スイッチを持っている方っていうのは、あとまあ、電動の普段のですね、天井っていうのは、このガチャに交換させる必要ないっすね。その意味は全くないっていうふうに皆さん、覚えておいた方がいいと思いますね。なんでかっていうと、電動
応普通の電動の普通のこの交換ショップの方に今のあの海の新しいスキン入ってます。まあ、例えばその電動水晶3つ使えば今回の新しいですね、こちらの海の電動ガチャの天井埋めることができるんですけれど、まあ、これ埋めていったとしても、あの一番最初の天井達成した時に出る電動枠4つの中からランダムなんで、ランダムを選ぶぐらいだったら普通にあのこちらの電動の交換使った方がいいっす、ランダム選ぶぐらいだったら。で、車欲しい人っていうのは、まあ、余分に1個水晶、まあ、それ入手する必要はあるんですけれど、まあ、ランダムで3個と確実に4個やったら、まあ、期待値は普通に確実に4個の方があるんで、圧倒的に、まあ、基本、まあ、もう一回言いますけれど、水晶とこの普通の電動ガチャの天井っていうのは、このあのエクストラ電動ガチャの天井に使う必要は全くないです。覚えておいてください。まあ、その交換するメリットが生まれることがないんで、まあ、それ皆さんあの覚えておいてですね。まあ、よかったらその周りで電動、ね、エクストラ電動を回そうか悩んでる人にも伝えてあげてください。基本ここに交換する必要ないです。何回も言いますが、覚えておくといいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、リプ返ってこないと、まあ、今回のですね、まあ、コアコードを、まあ、公式ツイッターの方で、まあ、選択肢の方を答えると、まあ、ガチャチケがもらえるっていうキャンペーンがあったんですが、それに対するコメントですね。なんかあれ、リプ返ってこないって人、ちょいちょいいらっしゃるんですよね。どういうなんか理屈で、理由でそうなってるのかわかんないんですけれど、全く想像つかないんで、まあ、問い合わせのことをお勧めしますね。全然わかんない。まあ、同じ不具合で言うと、NGP の方ですね、まあ、イベント今やってるでしょ。あれで、まあ、そのアカウント連携ができないっていうね、あの特設のサイトの方からアカウント連携できないっていう人がいらっしゃってですね、そっちもね、多分修正中だと思うんですけど、もう治ったかな、最近言われないですけれど、ね、そっちもなんかありますよね。はい、二つまあ不具合があるっていう。で、次ですね、バインド金券ってガチ引くとき、もともと持っている通常金券じゃなくてバインド金券の方からなくなっていくんですかと。まあ基本的にそうなんですけれどね、たまに無償金券からさ、なんか消費されてないですか、リサバラしよったらあるんですけれど、これなんか無償金券の方から消費してるよねって時があって、まあいつもはバインド金券からなんですけれど、違う時があるっていうね、まあ、どういう仕様なんだろうっていう、まあ掴めたらね、ちょっとなんかまとめたいかなと思ってるんですけれど、現状その検証がうまくいってないんでわかんないっていう、ただまあそういう時もあるっていう感じですよね。で、次ですね、下打ちについて、あとそれを正当化するような意見についてどう思いますかと。まあそうですね、僕は基本的に下打ちされてもなんとも思わないんで、正直ですね、はい、まあその理由は後で口述するんですけれど、まあ僕はなんとも思わないんですが、まあ基本的にそのいいようには思われないんで、まあしなくていい行為ですよね、しなくていいプレイかなっていう、球もまあ無駄ですしね、無駄にその通知も出ちゃうんで、まああんましなくていいプレイかなとは思いますけれど、まあこういうコードはされる方が多いっすよね。まあされる方が多いのは、まあ僕がしてもどうとも思わない理由と同じ理由というか、まあ、そこがリンクしていてですね、人間そのできることがあって、そのできることが何のコストもなく、まあかなりその楽な状態、まあコスト低コストでできるんだったらとりあえずしてしまうっていう性質があるんですよね。できることで、まあ、それがもうめちゃくちゃ簡単に済ませられるんだったらとりあえずやってみようっていうですね、行動が目の前に転がっていたら、それをするということから、まあ逃げることが非常に難しいっていう性質を人間持っていて、例えばそこに死体があったりとか、すでにその死んでいる敵がおって、まあ自分のことをちょっと見れるような状態、死体打ちができるというですね、選択肢が転がっていたら、まあその少しも頭弱い人とか、あとはその若い人、まだそのね、小学生、中学生ぐらいの子とかやったらですね、そこにその転がっているできることってのをしてしまうっていう性質があるんですよ。それを使って、なんか煽ってやろうっていうふうには思ってないんですよね、あんまり。正直なところは、はい、思ってなくてですね、行動が転がっているからしているだけっていう、猫が目の前に穴があったら入りたくなるみたいなね、入っちゃう性質があるでしょう。そういう習性が、それと一緒で、まあ、本能から来ている行動なんで、まあ、なんで僕もなんかそれに対してはどうとも思わないっていう、できることが目の前にあるからしているだけっていう原始的な行動なんで、まあ、特に僕は何も思わないんですが、まあそのやるメリットはあんまないよなっていう、それは思いますね。はい、まあそれをね、まあすることに対しても、する人に対しても僕は何も思わないですよ。まあ、なんで正当化するかってとこ考えたら、まあ、やっぱ言われちゃうから、言われるから、まあ、防御策っていう防御札を用意するために正当化してるんじゃないですか、いろんな理由を挙げて、まあ、でも基本的にしない方がいい行動というか、やってメリットのない行動ですし、まあ別に楽しいわけでもないしね、やったところで。で、一応その、まあ、相手を煽る行為ってのは規約に抵触するんで、まあ、規約違反ではありますからね。はい、まあ、それで罰せられることってのはこういう行動じゃないんで、まあ、あれなんですが、まあでもやるメリットがあんまない以上は、っていう感じかなっていう。別にしたけりゃすればいいと思うし、俺はあんませんけどねっていう感じかな。まあでも俺もするときあるからね、たまにするときはあるよ、まあ別にやってメリットもないんだったらね、やってその失うだけじゃないですか、失ってもいいよっていうふうに俺が思ってるんだったらしてもいいと思いますし、でもまあでも最近してないか、長らくしてないね、2年ぐらいもうしてないじゃないですか。ライブとかでですね、おふざけ半分でするみたいな昔はありました
たけど、今ライブ戦士な。本当にやる理由もないですよ。で、次ですね。5周年ガチャのお得パック。ガチャの1回原価320円ってボってないですかね、と。あれさ、おかしいよね。1回分だけ買えるじゃないですか。購入できるじゃないですか。320円設定ですよね。320円が160円になってるっていう。いや、320円の販売実績ないっすよね、みたいな。僕も思うんですけれど。あれって大丈夫なんかな。その販売実績のない価格を割引前の額ですって出すの、ダメだったと思うんですけれど。あれどうなんですかね。うん。バリバリアウトやと思うんですが、ちょっとまあわかんないですね。うん、俺って、っていうね。で、次ですね、ハンドガンを二丁持ちにすれば、ワンチャンハンドガンの活用になったのに、そうですね、今回の新しい、デュアル TMP ですね。まあマシンピストルやからですね。だったらまあハンドガンでもいいんですけど、まあ一応ハンドガン、いやハンドガンって言うと違うかな。微妙かな。微妙なところなんですが、SMG とハンドガンの間みたいな感じの存在なんで、まあね、それでも良かったんじゃないとは、若干思いましたが、まああの性能で持ってきたらダメですね。まあでもハンドガン枠ってあんま手こ入れしないっすよね。PUBG で言うと、例えば P18C とか、あとはまあハンドガン枠に入れることができるショットガンとかあるんですけれど、そういうのはまああんま実装してこないっていう、まあ多分そこら辺実装すると普段その持っているショットガンとか SMG とかまあ持つ理由がなくなっちゃうんでしないってのはあるんでしょうけれど、まあでもそのダメージ数とか弾の数をめちゃくちゃ下げてですね、まあ SMG とかの方が強いよみたいな、ショットガンの方が強いけれどごまかしで一応使えますよみたいな、そんなのがあると結構面白いと思うんですけどね。意外となんかね、ハンドガン枠は手こ入れしないっていう、ずっとそんな感じっすよね。いや P9 とかもさ、昔の仕様だったら使うのにね、こういうこと初期の仕様だったら自分のそのボタンタップの速さで発射レートが変わるっていう、そういう仕様だったんですが、まあそのいつしか消えてしまったっていうですね。リボルバー実装半年ぐらい前に消えてましたかね。それぐらい前に消されていて、いやなんかそんな感じだったらね、良かったのになっていうふうにはまあ思うんですよね。